はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日はね、化学の燃焼のね、マグネシウムの燃焼を基本から見てみるっていうテーマでやってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、中学受験の全教科、全科目、全単元をいつでもどこでも何度でもをコンセプトに作っているチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。では早速やってみましょうね。マグネシウムの燃焼を基本から見てみる。ね、さあ、あんまりね、知られてないですけど、マグネシウムっていうね、金属があります。これね、加熱するとね、すごい勢いでパチ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 ってね、花火なんかにも入れられてると思うんですよね。その火花を散らしながら燃えるんですよ。で、このね、燃焼っていうのは、このね、光や熱を出しながら酸素と結びつくことです。ですから、マグネシウムを燃焼させると、パチパチと光や熱を出しながら空気中の酸素と結びつくんです。で、マグネシウムが酸素と結びついた物質は何ていうかというと、これ酸化マグネシウムっていうんですね。だからこれね、マグネシウムを加熱して酸素とくっつくと酸化マグネシウムができるんです。だこんな感じ、マグネシウム足す酸素は矢印酸化マグネシウム。何でもそうなんですよ。酸素とくっついたら酸化なんちゃらなんです。で、マグネシウムと結びついた酸素の比率は決まっていて、マグネシウム3に対して酸素は2の重さがくっつくんです。結構くっつくんです。で、酸化マグネシウムは3足す2の5できます。だからマグネシウムを 3g 用意して、パチ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 と加熱すると、火花を散らしながら空気中の 2g と酸素とくっついて、酸化マグネシウムが 5g できます。で、酸化マグネシウムと酸化マグネシウムの違いはね、マグネシウムではね、銀色のしてるんですよね。光沢がある。光るんです。ピカピカして。でもね、酸化マグネシウムになっちゃうとね、もう光が全くなくなって、なんとなく灰のようになっちゃいますね。これね、この辺が違うんです。さあ、じゃあこの3対2、のことをグラフにして、問題解いてみるってやってみましょう。ね、こんな風にね、マグネシウムってね、紐みたいになってるんですよ。薄いんです。で、これやるとパチパチってやりながら酸素とくっつくんです、ね、さあ、マグネシウムを燃焼させて、マグネシウムと燃焼後の重さをグラフにしましたね。マグネシウムを燃焼させて、マグネシウムと燃焼後の重さ、マグネシウムとその燃焼後の重さをグラフにした。1.5g のマグネシウムの時に 2.5g の酸化マグネシウムができています。ね、増えた分は酸素です。 3.0g のマグネシウムに 5.0g の酸化マグネシウムができています。ね、増えた分が酸素です。さあ、じゃあ1番、マグネシウムと結びつく酸素の比は四角対四角である。さあ、1.5g の、マグネシウムに酸素がくっついて 2.5g の酸化マグネシウムができた。引くとこれ 1.0 ですね。つまり酸素は 1.0g くっついたんです。だからマグネシウム 1.5 に 1.0 の酸素がくっついていますから、 1.5 対 1.0 は15対10、簡単にすると3対2で結びつくわけね。じゃあ3対2で結びつくんだけれども、マグネシウムを 6g を燃焼させてできた酸化マグネシウムは四角 g である。さあ、マグネシウムと酸素は3対2で、5が酸化マグネシウムです。さあ、この時マグネシウムが 6.0g できましたから、3が6ですからね、2は、ね、6割3が2ですから、1が2です。1が 2g、 2は 4.0g です。だから 6g の酸マグネシウムに酸素が4くっつくから、酸化マグネシウムは6たす4の 10g できますね。できた酸化マグネシウムは 10g です。さあ、今度酸化マグネシウムがね、これはちょっとつまんないな、ごめんごめん。 15g できた時、もともとのマグネシウムは四角 g である。さあ、マグネシウム3に対して酸素が2くっついて5の酸化マグネシウムができる。で、今酸化マグネシウムが 15g なんです。ね、
5が 15g です。そうすると1は15割る5の 3g ですね。1が 3g と分かれば3は 9g です、ね、だからマグネシウムは 9g。 ちなみに酸素は2ですから 6g の酸素と結びついて9と6と15という形になります。さあもう一回おさらいです。マグネシウムを燃焼させると空気中の酸素と結びついて酸化マグネシウムができる。そしてマグネシウムと酸素の比率は決まっていて、マグネシウム3に酸素2、酸化マグネシウムは5できる。この時 1.5g のマグネシウムが加熱すると 2.5g の酸化マグネシウム、引いたものが酸素、 3g のマグネシウムに対して 5.0g の酸化マグネシウムができる、引いたものが酸素なんだと。だからマグネシウムと結びつく酸素の比率は 1.5 と 1.0、1.5 に対して 2.5 の酸化マグネシウムができましたから、できた酸素は 1.0 だ。 1.5 対 1.0 は3対2。マグネシウム 6g を燃焼させてできた酸化マグネシウム、3対2の3が6ですから2は4で、できた酸化マグネシウムは6たす4の 10g です、ね、で今度逆に酸化マグネシウムが 15g できた時、もともとのマグネシウムは何 g か、ね、3対2対5、5が 15g ですから1は3、3は9、2は6。何答えるかっていうと、酸化マグネシウムも答えればいいから 9g がマグネシウムだと、ね、これが、マグネシウムの燃焼の計算の基本です。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。